こんにちは日本商事様です今回はですね、センキンとユナイテッドアローズのコラボ日本酒を紹介したいと思います。まあ、これだけ話題になってるんで、紹介も何もないかもしれないんですけれども、頑張って飲んできましたんで、え報告だけでもさせてください。スペックです。原材料が米と米麹、塩米がドメーヌ桜、亀の王、えそれから精米倍が90%。 アルコール度数は14度。今、さらっと流しちゃいましたけど、精米部90%ですからねで。ぜひ画面を止めてみていただきたいんですけど、仕様がめちゃくちゃ混み合ってます。超古代製法、酵母無添加、括弧くらつき酵母、清桶仕込み、肝と酒母、貴重酒、アッサンブラージュとめちゃくちゃ混んでますね。はい、ぜひ、もう一回見てみてください。はい、で飲んだ感想ですあの。非常にワインですね、はい。手短に行くとですね、非常にワインです、ねあの。香りは、あの、 日本酒のいわゆる吟醸感に近いかなと思いますねうんでとろみがあってあの甘い感じですね喜上酒なんでまあ,あのそうですよねどうしてもこう甘めになるのかなとは思うんですけれどもはいそんな感じでしたねただ甘ったるいってことはないんで美味しく飲めましたよ、はい、で一応あの本当は発売当日にボトルをゲットしたかったんですけど翌日になっちゃったので まあこんな感じでランチもいただいてきてですね、とっても美味しかったですね。これでランチは1000円だったんでびっくりしたんですけれども、はい、お店の外観はこんな感じです。いや、あの、昼休みにね、ランチビールまでなら OK の職場に勤めててよかったなと思いました。はい、本日も最後までありがとうございます。また。